共有したいの話を。はい。あ、仕事申請中です。ヘイヘイです。はい、あ、はい、どうも。にへまなみちゃんです。どうも、わかです。こんにちは。これ使いたい。いいよ、使って。いいの？うん。それはさすがに大好きチルドだよ。こんばんは。いや、いいや。まあ、ふにへんのにする。はい、イベントのロードモバイル皆さん入れてくださいましたか？ロードモバイルのイベントの説明というか、やばい、そういうのができたらなと思って。スマホが使えないよ。できたらなと思います。皆さんギルドに参加してください。そう、あ、皆さんギルドどうですか？入ってくださっていますでしょうか？新しいアカウント作れなくてできないよ。え、こういうのってさ、どうしたらいいんやろ。アカウント削除しても無理なんかな。どうなんやろ。でも前のデータ消えるの寂しいよな。確かに2個持ちとかできひんのかな。なんかできるみたいな。まあいいか。なんとか入りました、ありがとうございます。申請中ですわ。ありがとうございます。承認、こんばんは。ちょっと待っててください。一回登録したらあかんの。あ、そうなんや。ちょっと私たちも、あ、 iPhone 消しても残ってるんや。それはあれやな、詳しくなくて。一緒に皆さんとなんていうの、成長していけたらいいなと思います。ほんでもな、リップの色ない。初期してから2日かかる。コイリンとシメ昇格したね。ね、ありがとうございます。おめでとう。2人とも入ってるわ。もう世代交代も終わっちゃうの寂しい。あ、できる。ね、7月末までらしくて、千秋楽で。寂しいね。ほうほうほう。PC でアカウント消去して再作成したらできた。おお、みたいです。皆さん、一回。シロちゃん、音符ありがとうございます。一回消してみた方。これで入れんかったら携帯分だけ分だけ取って。ギルドの名前と座標を入れないとダメで、それがあのメンバーによって違うんですけど、私のやつはあの X のツイート、固定ツイートに載せてるので、それを見ていただけると嬉しいです。あ、そう、同じこと言っていい？うん。ギルドはわかたん、個人のわかたんアンダーバー NMB って X で検索したら私のアカウントが出てくるので、その座標に移動させないとあかんのかな。赤消し申請して3日後に新アカウント作成できるみたいです。みたいですよ。 X のあれに載せて、ギルド申請してありがとう。見てみてください。今日はね、今回9期の別のとこだってなったらあかんらしいけど、以前のイベントに参加したのでめちゃくちゃ早起きしてラウムドモバイルしました。まほさん、クマありがとうございます。こんばんは。初見ですわ。座標って、巨人の座標、進撃の巨人にも座標というシステムはあるんですけど、今回の座標はお城の座標です。K と何だっけ、 WX、 あ、違う違う、 KXY、 何が、あ、 KXY がです。と、私のやつはギルドタクが大文字の A アンダーバー W で、お城の座標が K の1555、覚えてんの、書いてくださってる。X が259で、 Y が967です。ありがとうございます、書いてくださって。わー、ありがとうございます。初見です。で、申請してから承認までが少し時間がかかるんですけど、あの必ず承認しあのってなりますので、ちょっと申請中の方はお待ちください。なんかコツとかあるんですかね。木平さん、音符ありがとうございます。まつちゃん、音符ありがとうございます。ロードモバイル、でもだんだんなんか分かってきましたよ。やってるとギルドのランクを上げるには、ロードモバイル、なんかこうコツコツと、あのロードモバイル、なんていうの、このなんか農園とか荘園とか、なんかそういうなんかちっちゃい自分の陣地をレベルアップさせていったら、そのお城のギルドのランクが上がっていって、それでこう相手の陣地と戦っていくみたいなゲームなんですけど、ロードモバイルっていうゲームで、そう、燃やされないようにしないと。首長くしてもらってます。あやふや。そう、なんかね、私もファンの方に教えていただきながらやってるんですけど、もうなんか難しくて、
とりあえずレベルをなんか押してやってたんですけど、なんか今は割と、でもなんかこう戦略みたいなのがあるみたいなので、あ、皆さんリフトもありがとうございます、ありがとうございます。そうで、皆さんよければロードモバイル一緒に、あの私と一緒に楽しんでゲームしましょう。あのヘルプみたいな、なんかギルドに入ってる人同士で助け合い、アカウントじゃない、チャットもできるので、その私のところに入ってくださったらチャットもできります。そういうこと、したら確かに前のやつがなくなっちゃうの。初見です、ありがとう。ルート出てきた時ぐらいに行くし、わかる、わかったんか。見ちゃ色い、茶色くないで、あれかな、ライトかな。ルートみたいに分かったら、こんばんは。ルートみたい、ルート楽しいんか知らんけど、こんばんは皆さん。ロードモバイルぜひコツ教えてほしい。皆さんコツとかなんかありますか、入ってください、私の陣地に。昨日からやってるけど一緒にゲームしましょう。リーさんロードモバイル慣れたいね。慣れてないな、まだ。ごめんごめん、いいよ。わからないことが多いんですけど、初見です。勉強中です。近くにいるのはマナミンです。出た夜型。え、だからほんまに皆さん夜型の方とはリアルタイムでマジでバレた。リアルタイムでガチで、あの一緒にゲームしてると思います。イベントはとりあえず白レベル、白レベルが大事なのかな。皆さん私の見に来てくださってありがとうございます。なんか目に光入ってなくて、皆さんぜひ私と一緒に今からロードモバイルのダウンロードしてみませんか。ロードモバイルをぜひダウンロードしてください。そこから入り方とか教えるので、ぜひ入れたことない方は今ロードモバイルをダウンロードしていただいて、ログインしてたら押すのは習慣、ヘルプ押すのは習慣にすること。なるほど。私のログインしたらそのギルドっていうアプリの、あ、もう一度、一度入ってくださってる方はそのままで大丈夫です。なんていうの、何も入ったことがない方ぜひ、で助け合いましょう。でもほんま日本語下手すぎて、もう課金してるじゃん。ギルドのパスワードっていうか ID と座標っていうその番号を入れたらすぐにできるので。野原慎之介のすけさん、レインポスターありがとうございます。移民したら戦力差の差があるから、あと4日したらシャメ会やんね。早すぎる、楽しみ。あと4日だよ。にゃんちゃんの時からファンでした。うっそー、ありがとう、嬉しい。めっちゃ前オーディションの時、嬉しい。姉妹で対決やね。ね。研究や建設が時間かかるように。あ、そうなんですよ。建設とか研究、建物。確かに以前にね、そう、あのローマバイって言った方が、ね、その新しいアカウントじゃないとダメみたいで、かかったです。ギルド加入ね、なかなか。でも逆にね、あの時間を過ぎるのが楽しい。でもなんかこう、さっき教えていただいたのが、一度消して3日後にできあの復活するみたいです。白が25になってたら他の建設はしなくてもいい。なるほど。白レベルを25に上げるまではあの他の建物も建設しないといけないけど、白が25レベルを足したら、でもなんかこうやっぱギルドのそのギルドっていうお城があるんですけど、自分の陣地にどれぐらい人そのファンの方が入ったかっていうのも結構重要になるみたいで、その勝てるか勝てないかっていうのの、あのヒーロー同士のヒーローを戦う、かわいいお願いください。これで申請ってどうやるの、入って申請は若のギルドに入ろう。あの私の恥ずかしい、 X の若のギルドに入ってくれませんか、皆さん。そこからアプリをダウンロードしていただいて、みんな入ってギルド、アプリ若アプリダウンロードして、ギルドのところでマナのギルドタグやって、白を座標座標設定して申請したらいける。なんでアプリをまずアプリをダウンロードするところから、あ、そう、私の X の URL から入っていただけると。 X のただあの Apple Store から入ったらダメみたいです。ですです私の X の URL からアプ
リをダウンロードしていただいて、そうギルドメンバーがね多い方が有利なので、ギルド加入みたいなところボタンがあります。白レベルがどんどん上がるみたいです。なんかね羽生えてるボタンみたいなのがあって、若田が承認しないんですよね、それが。だからちょっとすぐに承認できないとちょっとお待ちいただくことになるんですけど、それも X に期待してるんですけど、そのギルドタグを売ってもらって、ギルドので白のに入るのはちょっと承認を待っていただいてことにはなるんですけど、あの私のチータンからのでも大丈夫、自分の城を多分一人一個しか加入できないことになってるの で、ま、複数推しの方は誰か一人に絞ってください。課金しなくても心苦しいんですけど、私は課金してないけど楽しめてます。石馬とかゲーム強そうだからすごい抜かれそう。確かに、やから皆さん一緒に戦いましょう。1ヶ月間ぐらいあるので、皆さんあの中華金税、え、やば、 1日じゃないや、3日待っていただいて、ぜひ私のギルドに加入していただけると嬉しいです。とりあえず白25レベルまで上げて、そっからなんかねパワー、いろいろルールがあってね、私の方からは承認できないんですけど、その無課金ならジェムを効率よく使うこと、無課金、なるほど、ね、ジェム、あ、あれ紫の宝石みたいなやつですね。複数推しの方は心苦しいのですが、一人に絞っていただいて私のところに入ってきてください。前やっててアプリ消したらどうしたらいいの？アプリ消して、なんかアプリ消した方でも同じスマホやったらなんかアカウントが残ってるみたいな言ってる方もいて、どうなんだろう。でも一回消してみて、もう一回あのアップロードして、そのローモバで新しくなってたら多分いけると思います。私のに入ってバトル系のゲームというよりかは、なんていうの、育成っていう、なんていうの、お願いします。皆さんなんかレベルをどんどん徐々に上げていくみたいな感じの気がするから、頭を使うゲームでもあるのかな。社名会で紙にギルドタグとお城の座標トラッキングって何ですか、あ、書いときますか。アプリを入れた時にアプリのトラッキングを何とかしますかみたいな表示が、多分どのアプリにも出るような、うん、トラッキングは許可、許可で、許可しないとダメみたいです。トラッキングしない要求か許可のボタンがあるんですけど、うんうん、許可でお願いします。はい、へい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 、ゲートの説明を近くで配信してる若の説明で済ますスタイルあのね、有益な情報はみんなで共有していきましょう。まあそうですね、毎回ダウンロードしなあかんねんけど、なんで毎回ダウンロード、どういうことやろ。毎回そのイベントごとってことかな。なんかイベントごとやったら新規アカウントしか無理みたいで、なのであの元々その以前ロードモバイルのイベントで違う方を応援されてた方は、一度そ の, だあのアカウントを消していただいて、新しいアカウントを作っていただいて、私のところに入っていただかないとできないみたいです。なのでぜひ入っていただけたら嬉しいです。あ、アプリ消しても同じ Google アカウント使ってたら参加できないみたいです。あ、だからメールアドレスを変えないといけないのかな。ちょっと待ってくださいね。初めてアプリを入れる端末で Google アカウントを新しく作ってだそうです。お、座標の移動にはアカウントの連携が必要なのかな。座標の移動ってさ、でもアカウント作ってたらいいってことやんな、多分アカウント、そういうこと、どういうことやろ。どういうこと。ちょっと待ってくれ。朝から晩まで睡眠時間もアラームでちょいちょい起きて触れば無課金1ヶ月25まで。やば、そんな感じなの。皆さん詳しい、わありがとうございます。結構やばいですね。旧アカウント消すのにも申請が必要だそうです。大変になってくる。今白レベルいくつな。7です。多分今8に上げたくて、8にしたらギルドの掲示板が使えるようになるって書いてたんですよ。だからそれを目指して今8を目指してます。あ
んまり理解できてないけど、皆さんロードモバイルぜひ入れていただいて、私のギルドに加入してください。お願いします。ギルドタグと座標のコードは私の X に、青原若の X に載っているので、それそちらを見ていただいて、私の掲載している URL から入っていただけると。はじめまして。お、押していいでしょうか。ぜひ押してください。お願いします。待ってるよ。なんか城を上げるのに他の新設物をのレベルも上げる。新アカウントできたらすぐ申請するね。お、お願いします。城壁のレベル、旧アカウント消えるの、申請通るの、待ってられない。なんで申請ね、割と時間がかかっちゃうんですね。もうちょっと待っていただいて。なかなかね、そうなんですよ、私たちができなくてね、そのなんか申請が。城25にする以外は何を頑張ればいいの。どうやったらどうなるんですか、ね、テロップにギルトタグ、昨日ねギルトタグとお城の座標やったんですけど、字数制限が足りなくて入んないんですよね。逆にギルドタグって書かへんかって、数字だけとかやったらあれないけど、入れれんねんけど、それやったら分かりにくいかな。全然、なので皆さん私の X に飛んでいただいて、みんなで一緒に戦いつつ、チャットも楽しみつつ、誰に入るか悩むな、ぜひ私のところへ、お待ちしております。やばい、めっちゃ物知り。T さんを訓練するように、いくら他の研究よりそっちを優先するべきなのかな。やばめっちゃ便利、全部スクショしたい。何がこの豆知識コメント。すごい、皆さんの方が詳しい。確かに日中は比較的短いの、全然ゲームしてないよって方でも、私もゲーム初心者なので、一緒にチャットとかで会話しながらゲームを楽しんでいけたらいいなと思うので、私のところに加入してくださると嬉しいです。クリアとかあるのかな。クリア、ゲーム画面でチャット使ってますか。使ってるよ。どんどん上げて、チャットでおはようとか言ってるよ。一つの今日の朝もおはよう言って言った。はい、そんな感じでちょっとした会話とかもできたりするので、毎日でもログインしたら、その会話するのはギルドを一応私のところに入らないとできないので、皆さんギルドタグと座標を入れて、ぜひ私のアカウントに入れてくださると嬉しいです。私の X のポストに記載されてある URL のリンクから、はい、皆さんよろしくお願いします。アプリをダウンロードしていただしてください。こんばんは、こんばんは。勉強になります、ありがとうございます。兵隊が T1、T2、T3 っていうランクがあるんだけど、総選挙みたいやね。それも T4 やと課金したいんですよ。あ、T3、T3、T3 優先で。こんばんみ。ギルドタグ入れても見つからない。あれ、なんでやろ。 A、 大文字の A で入れてますか。大文字の A、 アンダーバー W です。アカウント変えれない。変えれないの。早くね。一度消していただいて、頑張って、もう一度一度消して3日間ぐらいなんか待たないといけないってさっき聞きました。めっちゃ何も考えずに研究してた。でも一回やってみてください。一回消して、その以前のアカウントを消していただいて、違うメールアドレスを入れていただいて、アカウントを作ったらいけるはずです。お、座標入れてくださってる、ありがとうございます。白25と T30 し、あ、OKOKOK、 白25レベルまで上げると、 T3 の研究訓練重視。白レベル25ってやばくない。やばい、かなりかなりもう睡眠せずにずっと、そう、寝て起きて、ね、寝て起きて、まだ寝たらほんまに7時間とか、全然お昼寝とかしちゃうからね。こまめにログインしてちょこちょこ上げていきたいね。あ、そうそうか、消すのもアンストールじゃなくて、問い合わせから運営さんに初期を申請しなきゃダメみたいです。結構お手数をかけするんですけれども、皆さんよろしくお願いします。軍事的な
な感じでチャット要因でいきましょうか。あ、チャットで皆さんコメントを勝てるようにしていただけたらよろしくお願いします。3位以内に入ったら YouTube のチャットでレギュラー権獲得できるので、公式 NMB48 の公式 YouTube チャンネルの、レギュラー権が獲得できて、さらに自身のコーナーも持てるみたいなので、確かにイベント前は白レベル25まで行ったよ。すごい資源もあります。こんばんは、皆さん教えてください。ゲーム苦手、ロームバーのこと、ロードモバイルのこと、ゲーム苦手な方もぜひ大歓迎ですので、一緒に成長していきましょう。あ、そうなんや、1ヶ月で白レベル25は結構なかなか頑張らないとダメなんですね。ぜひ夜更かししすぎなだけ説確かに夜はまだもあれめっちゃ、アミアヤはね年齢制限でできないみたい で、 そうなんですよ。みんなのこと9期生対抗戦なんですけど、白レベル25にするとき資材必要量とんでもない、とんでもない、本当にもう私今アイテム全部ないって言われた。そうなの、ギルドメンバーで資材回したりできるんや。皆さんじゃあ司会でさ戦略練る、なんか資材お願いします。あ、なんかヘルプボタンがあるのでそちらで皆さんもヘルプ押してくださった、私も今いっぱいヘルプ押してるんで皆さんの私のヘルプも助けてくださると嬉しいです。そうスピードアイテムめっちゃ使わなあかんよね。でも今の白レベルまでにスピードアイテムを全部使いすぎて今スピードアイテム全部なくなっちゃって、これってダメなやり方なんかな、やっぱ待たなあかんずっと。 T3 の前に48グループのローモバイル使ってたアカウントは Facebook で連帯してたから4つ残ってる。お、じゃあそのうちの1つでお願いします。途中で移籍も可能。そうなんや、大きいです、覚え。うわ、めっちゃ勉強になります。王国探検やばい、なんかほんまにもうまだ課金しちゃいそう。このままいくと課金禁止ではないよな、禁止じゃないな。でもなんかあれよな、無理強いはそうだね、うん、皆さんのお力をお借りしたいです。無理はしない程度に、人数集める仲間のみんな仕事か、そういうこと。うん、おいで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 、皆さんお願いします。握手会でもうしてメモ帳仕込ませておいたら、確かにちょっとメモしていいですかいや、ギルドタグさ全部紙書いてさ1枚ずつ渡していくスタイルで、これを入れていただいてって、この番号入れていただいてしかもそれマナのやしごめんマナのリップを自分のものかのように扱われてました。兵隊を訓練していくと食料全然、でも本当に課金しなくても楽しいゲームなので、あ、食料足りひん、劇場前で劇場から出てきた方、ちょっと私のギルドに入っていただいてってで教えるお願いしますって宣伝しに行かないと。やばい、アカウントは途中のは入れない。あ、むずいですよね、新規で作ってからじゃないと申請通らない。あ、でもそう、途中からのはダメダメって言ってました。ごめんなさい、なんか言ってることがさっきからうようよしてる。え、だってさ新規アカウントじゃないとあかんやん。だからちょっといろいろややこしいと思うんですけど、新規アカウントじゃないとダメなので、一度やられてた方は一旦、削除していただいて、やってたんですか、もともとやることになります。ヘイさんゲーム得意やったっけ。ヘイさんはゲームはなんていうの、25までするの課金以外のやり方ないですか。なんかあとあつ森おでこにお城の座標、ここね握手会とかでさ、ここにさやばここにキルトタグと座標書いて握手するもうそれはすごい熱量が伝わるよ、うん、そうやな、メモしてええよってお時間です、メモしてるのに流れていきそうダウンロードしてから考えますは、ぜひ待ってます。あ、ゴルさんタコありがとうございます。
また芸研出たいですね。 NGT さんがしてたり、 NGT さんもしてた。そうなんよ。どかなロモバ去年は NMB も先輩メンバーさんがやられてて、うん、やられてました。何かありますか皆さん。何かありますかいし、マナの方がありまくんねんけど、質問したいことたくさんなんですけど、さんって言うてる知り合いが何人、さっきアニヘイさんって言うてる知り合いが何人かいるので見に来ただけですみません。お、じゃあでも見に来ただけ、皆さんが参加してくだされば、参加してくださるほどどんどんレベルが上がることができるので、シャメ会でも、シャメ会にでもさ、あれあるよな、私の元へ遊びに来てください。マジでさ、このこと知らん人はさ、どうしたんやろうって思うの。じゃああ、もう時間かな、そろそろ。あ、ごめん、これ時間おかしい。移民のやり方、移民のやり方、移民のやり方ってなんやろ。移民ってなんやろ、これ。え、そんな移民の意味は知ってるびっくりした。移民のやり方って何。移民じゃない、他のとこから来るみたいな。あ、他のとこから来る、他のところから来るのどうやってやんやろ。あ、21時やって経座標に移動できない。確かに。あ、は左下のボタン、左下のボタンを、あ、なんかあのマップみたいなところを押していただいて、で、あの、いい点取れます。画面の上のところに虫眼鏡マークがあると思うんですよ。その虫眼鏡マークを押したら座標を押せます。いけるかな。移民は王国を移ることですよって。王国を移ること、王国ってなんや。王国は自分の陣地ってこと。自分の陣地。他のあれ、王国から他の王国に、若からマナとか、マナとから若ってことかな。それとはまた違う。あ、でもどうなんやろ。でもなんか座標を打てへんって言ってはるから、座標の入れ方のことかな。あ、教えてくださってる。初心者用転送の巻物を使って移動。座標は巻物使ったよな。座標が K1555 で、 X の座標が259、 Y の座標が967です。なるほど。 X が王国らしいです、座標の、はい。アカウント連帯してから連携、すいません、連携してから虫眼鏡から座標を入れてください。めっちゃ強そうな白ポーズしよう。155王国に二兵さんと地球機のお城があるの。あー、なるほど。じゃあ他の王国から移民するのはありかなしかってことか。どうなんですか。そこの そこの辺の説明わからんよな。でも違うメンバーから違うメンバーに移っていいのかどうか。でもそんなことは悲しい。そう、しないでください。しないでください。私たちからは逃げないでください。巻物使わんと兵さんのとこ行けんの、行けんのちゃうかったっけ。そう、巻物使ったら白い動画可能になるんか。あ、でもあれやったよな、そのさ、うん、僕たち元あったところから移動するとき、レベル6まで白レベル上げて、そっからなんかの巻物、また違う巻物使って移動したくない。え、してない。巻物移動せんかった人。巻物移動した。した。じゃあ多分、ショールーム終わったらダウンロードします。わー、待ってます。あ、でも申請の承認が、なんか数日間するんじゃなくて、ゲームのしなかったらなんか違う座標に飛ばされちゃうみたいな、聞いたんですけど。承認にちょっと時間がかかるんですけど、待っててください。王国移民の巻物があります。なんか1回目の移動は初心者用の巻物で移動できるんですけど、2回目からの移動は自分の白レベルを6に上げて、そっから、あ、はい、新しい巻物で、メンバー間のギルドへ移動したらあかんって書いてたって。あ、ダメみたいです。ありがとうございます。したら悲しいし、ダメなんで、しないでください。ありがとうございます。移籍するのダメらしいです。あ、K が王国やって。え、3日間さ
ゲームせんかったらさ、うん、飛ばされるんやっけ。なんか言ってたよね。やんな。なんかログインを何日間かしないと飛ばされる？うん。どっかなんかどっかの陣地に飛ばされちゃうみたいな。そうらしいんで、ま、なるべく毎日ログインしていただけたら、ね。はい、お支援現金です。やばい、そろそろマナは終わります。そうだね。うん、すみません。皆さん有有なんていうの、有識なんていうの、あの皆さんいろんな情報ありがとうございました。一緒にぜひ私のロードモバイルというアプリをダウンロードしていただいて、アカウントを連携していただいて、私の座標とギルドタグを入れていただいて、一緒にゲームができたらなと思っています。皆さん、私の詳しくは X が、とりあえず公式ページから X から飛んでください。有識者よろしくお願いします。有益な情報、有益な情報ありがとうございます。皆さん教えてくださってありがとうございました、じゃあちょっとギルドでお待ちしております。ギルドタグはランキングを読んでいきたいと思います。ギルドタグはとお城の座標は13位コンソメさんありがとうございます。12位ディアズさんありがとうございます。11位タカラノさんありがとうございます。10位奈良のアサポンさんありがとうございます。9位アツシさんありがとうございます。8位ゴッドちゃんありがとうございます。第7位11位ありがとうございます。6位クニちゃんありがとうございます。5位高政さんありがとうございます。4位ニャンタンさんありがとうございます。3位ケンちゃんありがとうございます。第2位はさかがちゃんありがとうございます。第1位はドゥルルルドゥンツイちゃんありがとうございます。9位野原しんのすけのすけさんありがとうございます。皆さんありがとうございました。ぜひ7位かきあげさんありがとうございます。ロードモバイルしたことがない方は6位ダウンロードしていただいて、一緒に楽しくゲームしましょう。5位みかさんありがとうございます。お待ちしています。またね。4位にむさんありがとうございます。ありがとう。3位まつちゃん、ありがとうございます。まっちゃんかな。ありがとうございます。ありがとうございました。